はい、皆さんこんばんは。この第2部はですね、安藤さんからちょっとバトンタッチをさせていただきまして、私 NPO 法人メディアジの漆田義孝が、司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。この第2部はですね、東北キャラクタートークというふうに題しまして、皆さんキャラクターというとですね、いろんなものを想像する方がいらっしゃる、いろんなこうキャラクター登場人物、まあ、アニメとかゲームのキャラクターだったり、あるいはまあゆるキャラとかですね、いろんなことを想像される方が多いと思うんですけど、今日ご登場いただくのはですね、そのまあゆるキャラというふうに呼ばれている方ももちろんいますが、なんかそこだけにとらわれずにですね、本当にさまざまな形でこうキャラクターとして、自分たちの地域東北を盛り上げようとしている方々がいらっしゃるなと。でそういった方々とぜひ一緒に集まってお話をしたいなと。今年はオンラインなので、もしかしたらオンラインだったらそれが実現するんじゃないかということでですね、無茶なお願いを皆さんにしていただいたところですね、ご快諾いただいて、今日は本当にたくさんのキャラクターにお集まりいただいております。早速なんで、じゃあ皆さんマイクを解除していただいて、ちょっと今日視聴者の皆さんにご挨拶していただいてもよろしいでしょうか。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまず簡単にですね、一言ずつまずは自己紹介をしていただけたらというふうに思っています。私の方からお声掛けさせていただきますね。はい、まずですね、今日は宮城県からお二人登場していますので、まずは仙台弁こけしさん自己紹介をお願いします。はい、マンズどもね。ね、いきなしなまってる仙台弁こけしだっちゃ。ね、2014年に LINE スタンプとツイッターでね、誕生したんだっちゃね。もう少しいいのかな？活動しているエリアは宮城県全域ですか？宮城県全域だっちゃね。ね、顔が寸法の PR 大使もやってっちゃ。ありがとうございます。じゃあもうちょっと後で改めて掘り下げて聞いてみたいと思います。はい、よろしくね。はい、じゃあ次はですね、今回一番北から、実は私も青森県出身なんですけど、はるばる青森からオンラインで今回参加していただいてます、津軽ねぷこさん、お願いします。はい、みんなどんどんずー、あの名前は津軽ねぷこです。青森県弘前市出身の VTuber です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、こうやって私人生で初めて VTuber のねねぷこさんと初めてこう直接お話をさせていただいてます。画面越しで見たことはあったんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして今度は山形からは、もう桃色うさしさん、あれなんか目が、はい、正気がない、ある、はい、宇佐志さん、お願いします。はい、山形県朝日町の非公式 PR キャラクター桃色うさひです。はい、今日は桃色うさひは喋、れないので、私中の一言佐藤が、宇佐志に代わってお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中の人って出てきてしまって大丈夫なんですか？はい、大丈夫です。日本で唯一中の人を公言しているそんなゆるキャラ桃色うさひです。はい、ありがとうございます。宇佐志さんはもう本当震災前からですね、私もこうツイッターとか、まあ、活躍というか大暴れしているのを拝見しておりまして、何度かお会いさせていただいたこともありますので、よろしくお願いします。お願いします。そして、宮城県からもう一人ですね、これはもうキャラクターと呼んでいいのかどうかちょっとわからないですが、そのあたりも後ほど掘り下げて聞いてみたいと思いますが、まずはおいでよ宮城さん、自己紹介をお願いします。はい、どうも、皆さんおばんです。おいでよ宮城と申します。2013年から、まあ、インターネットの、まあ、ツイッターで、活動をしている、まあ、普通にツイッターをやっている、ものです。この公式キャラクターとしてケアッキーという2001年の宮城国体のキャラクターを使ってまして、一緒に協力して皆さんを宮城に来るようにやっています。皆さん、これを見てる皆さん、宮城においでよ。お、早速決めていただきました、ありがとうございます。佐藤浩平さんは桃色うさひの中の人ですけど、はい、おいでよ宮城さんはあくまでおいでよ宮城さん、中の人じゃなくて本体。そうですね。なんですよね。そうだ、ケヤッキーと一緒に活動しているという形ですね。そうです、おいでよ宮城さんとケヤッキーさんってことですね。全く別な、おいでよ宮城というものの、私のツイッターのアイコンがケヤッキーなんです。それで、おいでよ宮城公式キャラクターというふうに、はい、その権利者の方から認めてもらったので、それ以来、まあ、おいでよ宮城の公式キャラクターがケヤッキーという立ち位置です。
はい、ありがとうございます。皆さん、その視聴者の皆さんもぜひそこ、お間違いないようによろしくお願いいたします。はい、では今日はこの、4名の皆さんと一緒にですね、生身の人間から、伝統工芸品まで、本当にバラエティ豊かな方にお集まりいただいておりますが、お一人ずつですね、もうちょっと詳しくお話を伺っていきたいなと思っています。じゃあすいませんね、順番も打ち合わせ順番とも何にも言うお話ししてなかったんですが、北からちょっと行ってみたいかなと思います。はい、よろしいでしょうか。津軽ねぷこさんから、はい、もう少し、具体的にですね、まあ、地域でどんな活動をしているのかとか、あるいは、まあ、どういった経緯で、活動を開始したのかとか、そういったことをですね、もう少し、伺えればと思っております。じゃあ津軽ねぷこさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そうですね、今まであんまり話したことがなかったんですけれども、はい、学生の頃に一時期上京して東京に住んでいたことがありまして、はい、社会人として生きていくためにマナーの本ですとか面接の本をたくさん読んだんですけれども、そういった本のトピックには必ず方言はマナー違反、標準語を話すことというふうに書いてあるんです。そしてもっと厄介なのがイントネーションです。で、私は標準語の発音ができませんでした。で、コーヒー、いちご、原宿などの発音が分かれず、相手に伝わらずに、お前は常識がないなどと怒られたり、呆れられたりっていうのがありまして、で、当時を思い返してみると、毎日標準語のアクセント辞典というのを泣きながら読んでいたっていうのを思い出しますね。アナウンサーの方とかが読むようなアクセント辞典を読んで、はい、その一生懸命標準語を覚えようとした。あ、そうなんです、実は。なので、それは大変。はい、それと同時にですね、標準語を話している人たちは勉強をしたわけではなくって、どうして私だけ、その青森生まれの私だけこんな辛い目に遭うんだろうというふうな思いでいっぱいだったんですけれども、うん、はい、そうですね、津軽弁を否定されたとか、そういった悔しい思いから活動を始めたっていうところがありまして。ああ、なるほど、はい。はい、そうなんです、実は。で、まあ、そんな津軽弁なんですけれども、はい、ご当地のバラエティ番組などではすごく人気があるということに気がつきまして、はいはい、でキャラクターとして方言を発信して、方言を堂々と話せる世界を作りたいというふうに思って活動を始めました。すいません、長くなってしまいました、はい、あ、いやいやいや、とんでもないです。ありがとうございます。私も、ね、実は青森県出身なので、ね、地元だとね、例えばテレビ番組で伊那勝平さんっていうローカルタレントの方とか、津軽弁のこう講座をやったりとかね、そういうのはやってるんですけど、やっぱり東京の人たちとかだと馴染みがないですよね、なかなか。あるいはこう、なんていうんですかね、こうちょっと半分からかい半分でこういじられるような形でこう津軽弁が使われてたりとか、なんか字幕がなんかこう読み取れない字幕をつけられたりとか、なんかすごく、なんか私も同じね、私は津軽弁を話す地域ではなかったんですけど、なんかすごいこう地方に対しての悔しい思いっていうのは私もなんか感じていたことがあります。それをこう打破するためにねぷこさんは活動されているということなんですね。そうです。もうかっこいいですね本当。もう皆さん、ね、早速ファンの方々がすごくたくさん応援のこのチャットをコメントしてくださってますけど、はい、ありがとうございます。これからも応援してください。ありがとうございます。そしてですね、じゃあちょっと方言つながりでね、行ってみましょうか。今日すごいんですよ、こう津軽弁と仙台弁でですね、こう皆さんとお話ができるというすごい機会なんですけど、さっき泣いてましたね。ねぷこさんの話を聞いて仙台弁こけしたら泣いてました。いや、いい話だっちゃな。いや、俺もね、やっぱり同じようなね、気持ちでね、本当にもう方言っていうのがね、もうなんか標準語、うん、もうね、本当にどんどん普及してもらってね、こう、なまってる方がね、いや、すごく素敵だなっていうようなね、こう、習慣ができたらいいななんて思ってやってるよね。はい、仙台弁こけしさんは、まあ、その仙台弁っていう特徴もありますけど、あとこけしですよね、うん、
だね。はい。まあ、こけしっていうもの自体は全国にあると思うんですけど、こうやっぱりこう、宮城仙台でこけしとして活動している、こけしとして活動してるって言っていいんですかね。あの、こけしとして活動して、そうだね。まあ、こけしとして活動してるし、仙台弁こけしとして活動してるって感じかな。はい、もともとこけしだったと思うんですけど、だね、ちょっとぜひあのもう少し掘り下げてお聞きしてもよろしいでしょうか。だね、なんか生い立ちみたいな話すればいいのかな。はい、お願いします。だね、まあ、あの俺はね、あの宮城の魅力を伝えるためにね、こうバンバンなまりながら、まあ、活動してんだけどもね、今日はね、あの、まあ、リアルなね仙台弁こけしの着ぐるみもあんだけども今日は VTuber としてね初デビューしたんだっちゃね。ありがとうござりす。ちょっとね、はい、こんな表情ができたりね、こないでみたりね、今日はこの2つでね、ちょっと頑張ってやりくりしていくんだけども、ね、で俺はね、はい、あの、まあ、いきなしなまってっことが特徴でね、 LINE スタンプなりグッズもなまってね、ですね、着ぐるみでもねバンバンなまって、まあ、活動してっちゃね、はい、うん、仙台弁の楽しさとかね、あったかさみたいなのね、広めていけたらいいなと思ってね、やってっちゃね。はい、うんうん、ありがとうございます。こけしとしてのなんかなんかアイデンティティ的なところもちょっと伺ってもいいですか。仙台弁のところは今十分お聞きしたので。あんだね、はい、まあやはりね、まあ、着ぐるみの話でいけばね、まあ、なんとかこうね、やっぱりこう手がない感じでね、ちょっと皆さんにはちょっと危ないんじゃないのなんてね、ちょっと言わったりもするんだけどね、いやいやいや、皆さんのね優しさで支えてもらってっちゃってね言いながらね、キングルミでそういうな活動もしてるしね、あとこの前司会のね漆田さんとはね、初めてのねこけし展ってね、はい、オンラインでね、いろんなこけしのね作ってる職人さん工人さんとね、いろいろつないでね、うん、そういったイベントもやらせてもらったりしてたよね。 こけしの PR をする機会等にもこうご出演されてるという。そうだね、はい、まあ、実際鳴子だりね、阿牛だり、うん、白石だりね、もう宮城県もね、あのいろんなところにこけしの産地がいっぱいあるっす。うん、俺なんかもねよくねそういったところに遊びさ行ってね、うん、だいたい温泉地にありますからね、うん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 、温泉さ入ってね、こけし買ってね、こけしの工人さんとお話ししてみたいな、そういう活動もしてんだっちゃね、うん、なるほど、幅広く活躍されて、そして今日は、いつもはもしかしたらこう着ぐるみの仙台弁こけしさん、ね、リアルにこう、ね、いる仙台弁こけしさんをイベントとかで見たことある方もいるかもしれませんが、今日はじゃあ 初公開ですか、この VTuber。 今日はね、今日初公開でね、今日に入ってからバダバダ準備してね。まあでもこれならやっぱ勢いが大事かなみたいな感じで。はい。もうこれだったらもう全国どこでもね。いきますね。余って楽しくこう広げられるなと思って。はい。はい。今日の日は選んだんだっちゃね。まあ、ネプコさんはこうね、手も動いたりもしますけど、仙台弁こけしさんはこう顔がこうゆらゆらっていう感じです、ね。そうだね。あと表情とかね。はい。ちょっとこう、あとね、こうちょっと赤、ね、こうほどまってきたらこうほっぺたがね。若くなってみたいね。いや、ありがとうございます。ぜひちょっと引き続きお話を聞かせてください。はい、だね、それではですね、じゃあ、さっきと順番が違って恐縮ですが、今度じゃあ宮城続きで、おいでよ宮城さんですね、はい、なんですけど、はい、また 特別な、ね、響きです、あの、はい、立ち位置ですよね。ツイッター上で長らく活動されていたという認識で大丈夫ですか。そうです、ね、今も昔もずっとツイッターですね、はい、ツイッターでただやっているだけの、まあ、ゆるゆる本当になんかこう特別な活動ってわけじゃなく、普通にあの多くの皆さんと一緒に同じような感じでこうただこう趣味でツイッターをやってるものです、うん、ただ、まあ、はい、一つだけ違うのはひたすらとにかく宮城においでよって言い続けることですね、はい、あれは中にはこう機械が自動的に投稿してるんじゃないかと思われている方もいると思いますけれども、はい、はい、いやその認識で合ってます。基本的には投稿してます、はい、基本的には投稿している、はいはい、最近あの返信はもともと自動だったのが最近ちょっと止まっちゃって、はい、あ、なるほど、返信だけはちょっとしてないんですけど、はい、基本的に機械が自動的にあの、はい、もう今は3時間かな、3時間に1回ぐらいこう宮城においでよなんとかかんとかって、はい、ずっと続けるやつやってるんですけど、はい、数年前からあの結構
普通の皆さんも同じように宮城においでよって言ってくれることに気がついて、あ、じゃあそれを活用する役目をしようかなと思って、おいでよ宮城、もしくは宮城でおいでよで検索して、出てきたのをひたすらもうリツイート、ひたすらもうどん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 こう、みんながこう宮城においでよって言ってるのをあのちょっとこう広げる手伝いというか、うんうん、まあ、みんなで手伝いという感じでやってるのが結構多くなってきて、リツイートがそれで多くなってます、うん、自動で自分でツイートするものあって、はい、ちょっとこれ音声つながってます、大丈夫ですか？あ、今大丈夫です、はい、自動でツイートするのもあって、あとあのひたすらまあリツイートして、あの、はあ、皆さんの活動を手助けするという、あの宮城においでよという言葉の、まあ、ポータルサイトだと思ってやってますね。なるほど、ポータルサイトなんですね。なるほど、大丈夫ですよ、はい、ポータルサイト、その宮城においでよって気持ちはもう皆さん持ってるんで、その宮城においでよってこの気持ちをこう自分をこう介して全国に広げるっていう感じでやってます。はい、ありがとうございます、はい、そんな中でこうケヤッキーというキャラクターと、なんでしょうね、まあ、ある種もう一体化していると思いながら普段こうおいでよ宮城さんを見ている方もいるかと思うんですけども、このケヤッキーというキャラクターと、はい、なんですかね、こうなった、なんかこう一つになったというか、どういった経緯なんですか？あ、もともと、いや本当は一番初めケヤッキーでは、あ、大丈夫、音声通ってます？あ、たまにあの止まっちゃう時がたまにある。なって、はい、はい、続けてください。すいません、どういった経緯でケヤッキーっていうのは本当ただ偶然で、もともとそのおいでよなんとかっていうアカウントが全国いろいろあるうちの、あのおいでよ福岡っていうものが、あのものがその福岡の飛び上ちゃんっていうキャラクターを使っていて、で同じようにゆるキャラを使ってアイコンにしとこうって思って、で初め拡大のひかりちゃんを使ったんですけど、あのひかりちゃん今活動してたので、あんまり活動してるキャラクターじゃない方がいいなって思って、活動しないケヤッキーを選んだんです。うん、で、まあ、ケヤッキーいつの間にかいなくなっちゃって寂しかったので、まあ、ずっとその、まあどうしちゃったんだって思ってもケヤッキーを使ってたら、ちょっとだんだん有名になってって、でケヤッキーのその元々のその権利を持ってる方と連絡も取ることができて、じゃ あの今宮城県とかで使ってないから使っていいよっていうふうに言われて、それでおいでよ宮城の公式キャラクターというその役割を、うん、それまでまあ十何年も眠っていたケヤッキーが得たっていう形ですね。なんかこうお会いした時に、なんで勝手に使ってるんだってなるんじゃなくて、一緒に宮城をじゃ盛り上げていきましょうっていうふうになったのがすごく素敵だなと思いますね。そうですね、すごいこう、うん、なんかこうもうそうですね、懐が深いというか、まあ、あのやっぱりこう木だけあってこうすごいあのどっしりしてる、はいはい、なんかこう、はい、大地に根を下ろしてこう、ね、長い木ですからね、ケヤキの木は。確かにそうですよね、ケヤキの木だからケヤキですもんね、はい、はあ、いやありがとうございます。引き続きぜひあのどんどんツイッターのみならず宮城を盛り上げていっていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、お待たせしました桃色うさひさん、そしてあの中の人である佐藤光平さんにもお話を伺いたいと思います。キャラクターとしての活動はおそらく今日参加しているいただいている皆さんの中で一番長いですよね。そうなりますかね。2008年から始めさせてもらってます、ね、はい。どういった経緯でこういうこうなんていうんですか、特徴があると言っていいのか特徴がないと言っていいのかもわからないところですが、まあ、そういったところもあの狙いがあると思います。ぜひちょっとあの中の人である光平さんに具体的にお話を伺ったらと思います。はい、かしこまりました。桃色うさひは2008年に、まだ当時あの美術大学の大学院生だった時の僕がデザインしたキャラクターになります。でその時に、まあ、考えてたのがその辺の近所でパチンコ屋さんでこう風船配ってるようなキャラクターを使って地域を PR できないかっていう研究をしたかったんですね。研究をしてたんですね。はい、そうなんです。可愛いキャラクターを作ったりとか、あの地域の特徴をこう身にいっぱいまとってるキャラクターって当時結構出てきてたんですよ。まあ後にゆるキャラって言われるやつなんですが、そういったものに比べて
あんまり体に特徴をつけなくても地域の PR ってできるんじゃないかっていうのがスタートで、まあ、うさひが始まったんですが、そういった意味では今特徴あるないでいうのは特徴がないっていうのを売りに売り出すキャラクターとして生まれました。で試しに学生時代やってみたところ思ったよりもこうホームページのアクセスとか伸びて、これはいけると思った朝日町役場がお金を出してくれて、町の PR のために、立場上非公式キャラクターっていうことにはなってるんですが、町と一緒に、朝日町の PR をするキャラクターとして誕生しました。はあ、公式非公式だけど、町の方々と一緒に活動してる。そうですね、まあ非公式にしてる一番の理由が公式にしちゃうと役場のいろんな手続きがめんどくさくなってしまうので、そういうのをしないように、委託業者であるうちの方のある程度の裁量で動いていいよっていうことで、非公式にあえてしてくれてます。なるほど。そのキャラクターとしての動きやすさとかそういったところも、まあ、大人の事情みたいなことも全部ひっくるめて、はい、そのところです。で、はい、じゃあなんでわざわざ個性なくしたかっていう話なんですけれど、なんか個性的なキャラクターってそれ以上こうデザイン変えたりするのって難しいじゃないですか。でもうさひだと見た目本当にハウジングメーカーとかイオンとかにいそうな感じなので、見てる街の人とかがもうちょっとこうしたらいいんじゃないかとか、なんかもうちょっとこんなことさせてみたらみたいな感じに改善案とかアドバイスくれるんですよね、うん、で僕はそこがすごい大事なんじゃないかなと思ってて、うさひを育てていくために町の人たちが参加してくれて、でそれによって成長していくゆるキャラ、育っていくゆるキャラを目指せないかなと思って、まあ、始めたのが桃色うさひの始まりになってます。なるほど。表情はちょっと特徴がありますよね。これ特徴って言っていいんですかね。まあ、なんとも言い難いんですけど、ただこれ最初これをデザインした時に6案顔のデザイン考えて、一番人気なかったやつ採用してます。人気な、それ町の人たちから人気なかった。当時一緒に働いてた役場の人たちとかに。役場の方々から一番票が集まらなかったものを町のキャラクターとして使ってる。はい、そうですね。使ってる。なるほど。まあ、はい、そんな感じです。いやすごいですね。私は結構顔が取れた状態のうさひさんとかがツイッターでこうにいたのを結構今でも記憶に覚えてますけれども、あれは全部浩平さんがなんか手掛けたというかやらかしたというか、そういう感じなんですか。まあそうですね。ただもちろん例えばスキーでジャンプして頭吹っ飛ぶ動画とかは、あれは町のスキー場の人たちが企画してくれて、へえ、中身は僕がやるんで、スキー場の人たちに、はい、カメラマンやってもらったりとか、転がっていった頭拾ってもらったりとかしながら、みんなで協力して作ったりしてるんで、そういった意味では、はい、町の人たちがうさひにとっては監督プロデューサーの役割、へえ、なるほど、僕がアクターの役割みたいな感じで役割とかしながらやってます。あ、もう浩平さんがこう考えてああいう風な破天荒な感じになってるのかと思ってたんですけど、もう町の皆さんがもううさひはこういうこともやっちゃえみたいなことを考えて一緒に実現。そうですね、本当に。いや、それはすごいですね。てかもう朝日町の皆さんもじゃあすごいってことですね。なんかネタを持ってる町の方々、はい、もちろん全員からアイデア聞くわけではないので、はい、ネタ職人みたいな人たちのおかげで成り立ってるところは大きいです、はい、いや、それだけでもちょっと朝日町に興味が湧きますよね。いや、ありがとうございます。はい、もうちょっとそれぞれの皆さんの活動とかですね、ちょっと掘り下げていきたいなと思っていますが、じゃあ最初にお話を聞いたねぷこさんにちょっとお話を、はいはい、こう、VTuber として活動開始されたのが、3年前、あ、いや1年前ですね、まあ、1年前、失礼しました、1年前ですね。1年前に、デビューして、1周年はもう過ぎましたか。あ、そうなんです。1周年行くの前、あ、そうですよね、はい、はい、すみません、ちょっとさっきちょっと他のもの当たってしまって大変失礼いたしました、はい、津軽弁をこう啓発していくキャラクターとして主に今 YouTube 上で活動をされている。はい、そうですね、はい、どうですか、その津軽弁に対しての皆さんのこうファンの方々のこう津軽弁に対する、捉え方だったりとか、こう、はい、猫さんの活動に対するこう反応っていうのはどういったものだったこの1年。はい、そうですね、先ほどもバラエティ番組で人気があるっていうふうに話したと思うんですけれども、
私が投稿している動画ではバラエティ番組に見られるような方言コンテンツを展開しているんですが、もう一歩踏み込んで画面の前の人に告げる弁を喋らせるっていうのをテーマにしています。そして、はい、一度でもそのネックの動画を見て喋ったりとか笑ったりとかいう風にしたら、今日からあなたも告げるの仲間というふうな引きずり込むスタイルを展開しております。素晴らしいですね。こう結構見ていただいている方っていうのは、もうそうすると全然こう津軽弁を話さない地域の方々たくさん一緒にこう参加してくれてるっていう感じですか？そうなんです。実は先日津軽弁の日っていう10月の23日が津軽弁の日になるんですが、その日に適当な真似でもいい、今日はみんなで津軽弁をしゃべろうといった集まりを YouTube ライブで開きまして、はい、そのファンの人、そのライブではファンの人たち300人くらいがコメント欄で津軽弁をしゃべりまくるというイベントになっておりました。コメント欄の方にはですね、はい、なんか1周年が反省会だったとか伝説の会とかっていうコメントが来ていますけれども、はい、そうですね、反省会ってのはどういうことなんですか？何かこう伝説が生まれてしまったんですか？はい、1年間活動をしていて告げる弁話者が増えていないという事実に対する反省会を行っておりまして。なるほど。もっとじゃあ津軽弁をしゃべる仲間がもっともっとたくさん増えていかないとっていうことですね。あ、そうですね。なるほど。ありがとうございます。はい、VTuber としてというのは結構そのなかなかね、青森でVTuber として活動するっていうのも、はい、何人かいらっしゃるとは思うんですけど、あ、そうですね、そうですね、やっぱりこう、まあ、YouTube 上でこう皆さんとコミュニケーションを取るっていう機会を選んだのは、はい、何かこう思いとかそういったものはあったんですか？あ、そうですね、私自身がやっぱりバーチャル YouTuber のファンだったっていうのもありますね。なるほど、なるほど、はい、そうなんです。やっぱり若い人を中心に人気のあるバーチャル YouTuber っていうコンテンツが、そうですね、私1年ほど前にデビューする少し前なんですけども、幕張メッセで、はい、大きなVTuber のファッションショーっていうのが開催されまして、それを見に行った時に1万人くらいのお客さんが熱狂しておりまして、でそれを見て、あ、こんなに熱いジャンルがあるんだっていうふうに思ったのがやっぱり最初ですかね。なるほど。ねっこさん自体がこう VTuber っていう存在にすごくこう、はい、まあ、憧れてというか、そのすごい活動だなということでファンになって、自分もその VTuber として津軽弁をもっとみんなに知ってもらおうという活動に、はい、そうです、そうです、あ、すごい素敵ですね。いや、ありがとうございます。ね、本当に青森、ね、私も青森県出身なので、もっともっと一緒に盛り上げていけたらいいなと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですね、すごい契約期が迫ってきてますけど。暇してるみたいですね、契約期。はい。仙台弁こけしさんは、こう、VTuber としての活動を今後増やしていくっていう、うんうん、はい。そうだね。やっぱりちょっとね、はい、イベントの方もね、ちょっと少なくなってきたりっていうのもあったし。リアルなイベントが確かに。うん、はい、本当にね、ねぷこちゃん言うようにね、一緒にこう仙台弁でね、こうお話しできるっていう機会もね、今後なんかできてきたら面白いかなっていうのもあるし、うん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 、やっぱりこう、はい、普段はツイッターでね発信してくことが多くて、今でフォロワーさん2万5000人ぐらいですかね、いらっしゃって、皆さんとってもあったかいね反応してくれてんだけどもね、ツイッターもね、俺のよりもね、コメントなまってる人もね、たくさんいでっていう感じで。はい。うん。だからまあ今後は、
そうだね、なんかこういう活動も増やしていけたらなんか面白いかなってね、ファンの皆さんと喜んでもらえんでねえかななんて思って、ちょっとこんな感じだよね、はい、私のイメージだとこう VTuber、うん、まさにこう津軽ねぷこさんはもう VTuber っていう感じなんですけど、ね、この二次元のキャラクターも VTuber って、ね、これ名乗ってねぷこさん的にはこう二次元で首だけ動いてるこけしさんも VTuber って名乗っていいものなんですか、これ。あ、全然大丈夫だと思います。あ、そうなんですね、はい、やったらやー、あー、ね、ー、よかったよかった、ぜひじゃあ仙台弁こけしさんも仙台弁をどんどんこう普及させるためにリアルだけじゃなくて、ね、オンラインでも活躍だね。ちょっとね今ね、うるしーさんちょっと言い間違えそうになったけどね、津軽弁こけすっつうのもなんか面白そうだよね、はい、失礼しました、はい、だね、ぜひコラボしたいじゃん、だね、なんかそっちの世界にもちょっとお邪魔してみたり ね、 いいね、なんかいぎなしイケメンになったりね、なんか弁こくなったりしてね、そっちの世界にも入ってみたりしたら面白いよね。いや、ぜひどんどんいろんなチャレンジをしてください。ありがとうございます。今ですね、仙台弁こけしさんから、まあ、今年はその新型コロナウイルスの影響もあってなかなかこうリアルの活動ができなかったっていう、うん、お話があったと思うんですけど、うん、なんか、まあ、今年皆さんがどんな活動をしてたのかとか、まあ、何か逆に新しいことができたとか、こう本当やろうとしてたことが中止になったとか、まあ、街をこう盛り上げるために、今年大変だったとか、なんかそんなことが皆さんの中にもあったんじゃないかなと思うんですけど、特にそうですね、桃色おさしさんはリアルでの活躍もすごくたくさんあったと思うんですが、今年はどうでしょうか。やっぱ新型コロナウイルスの影響っていうのは大きかったですか、街を盛り上げるために。すごく大きかったですね。イベント、ゆるキャラと触れ合うイベントはもう軒並み9割が中止になってね、実は今日も1本あったんですけれど、はい、またちょっと盛り上がりが出てきてしまったので、はいはい、亡くなったくらいでした。また感染者が増えてきたから亡くなっちゃったという。はい、そうですね。あと結構結婚式に、はい、呼ばれたりすること多かったんですけど、はい、今年結婚式への出演ゼロですね。朝日町で行われる結婚式、ああ限らず、はい、あ、県外もですか。県外もです。あ、もういろんなところにじゃあうさひ出張してたんですね。はい、ちょうど割と小さくなるんで段ボールで送れますんでねあ、なるほどなるほど、はい、移動するときは段ボールで、はい、移動するときは段ボールで、移動するときは段ボールで、はい、あー、なるほど。結婚式もそうですよね。私も友人の結婚式やっぱり延期っていうことになってしまったりとか今年は多かったですけれども、これやっぱり着ぐるみとしてでもやっぱりこう感染、そのもちろんその参加者同士が密になるから中止っていうパターンもあると思うんですけど、やっぱり着ぐるみとしてお客さんと触れ合うのも感染のリスクとかっていうのはやっぱり考慮されなきゃされてしまうものなんですか。まあ、触れ合いになってくるとどうなるかは分からないですからね。まあ、そっか、はい、そのうさひ自体は大丈夫でもうさひに前触った人と次触った人の間でみたいなこともあるってことですよね。はい、十分にあり得るかなと。なるほどなるほど。そういった意味ではあまりリスクを取らないようにはしてるんですが、その代わり、はい、例えばなんですが、はい、先週はゆるキャラみんなで集まっての動画配信をしたり、はい、いつもは埼玉県の羽生ってところで集まってやっている世界キャラクターサミットって大きなイベントがあるんですけど、はい、そこによく来るメンバーのキャラクターたちが集まって24時間ぶっ続けで配信するとか24時間、それじゃ皆さんそれぞれオンラインで集まってっていう、はい、そうですね、ちょっと担当の時間決まっててみたいな。ああ、なるほどなるほど、それも素晴らしい、はい、今年ならではの取り組みもされて、そうですね、はい、はい、まあ、でも本当はやっぱりこうそれぞれの町に、ね、また朝日町に人が、私も今年のコロナが流行る前ですよね、ちょうど今年朝日町にお邪魔させていただきましたけど、本当はやっぱりこう町に人が来るような状態になってほしいっていうのはありますよね。全くです、うん、これが済んだらっていうのも、ね、ですし、 あとただ町に来てくれる人はまたこうちょっと回復傾向にあって、うちの町今ちょうどリンゴがたくさん取れる時なので、はい、みんなリンゴ買いに来てくれてるんで、はい、巣ごもりのためにリンゴちょうどいいので、あ、なるほど、はいはい、いつにならない程度に朝日町にリンゴ買いに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、イベント等はまあこう中止になるものもありますけど、こう街にねこう遊びに行ってこう、はい、対策をしながらっていうのはできるっていうことですもんね。はい、
はい、ありがとうございます。そして、さっきからこうすごくこう欅がすごい感じになってますけど、はい、おいでよ宮城さん、はい、どうですか今年、はい、こうツイッターでの活動っていうのはこう新型コロナウイルスの影響はあんまり多くなかったかもしれないですけれども。いや、そんなことないです。あ、そんなことないですか。そんなことないんですよ、はい、なぜなら、はい、はい、あ、音大丈夫です。あの、大丈夫です。いや、はい、あのですね、感染が拡大してこう人の移動がこう結構その自粛ムードって始まってくるじゃないですか、はい、そうなった時にこんな時に人を呼ぶなっていう意見がたくさんつくんですよ。なるほど、なるほど。こんな時においでよとかなんだけしからんと。なるほど。そうは言われてもおいでよ宮城なわけで。なるほど、全否定ですね。そういう葛藤があるんですよ。はい、人を呼びたいという気持ちと、でも今呼ぶべき時ではないという気持ちと、うん、でもまあそのまあそうやってツイッター上でまあやる分には、まあ、オンラインででもその実際に来れない分オンラインででも気分を味わってもらおうっていう感じで、うん、まあちょっと宮城のちょっと文化の話、今の時期だったら芋煮会でとか、今の時期だったらこれでだったりとか、そういう宮城の文化の話だったり、あとはまあ他の人が挙げてる宮城の風景の写真とか、そういうのを挙げたりとかで、気分だけでも宮城においでよっていうふうに思ってやってますね。なるほど、気分だけでも宮城においでよっていいですね。はい、そうなんです。まだ実際には、はい、はい、あ、はい、どうぞ小平さん。おいでよ宮城さんにちょっと伺いたかったんですけど、あのまさにちょうどそのところを質問したくて、はい、結構あのコロナ禍が、まあ、あの深刻になってきた時って、はい、結構ツイッターで発信する内容とかって変更されたりしました？まあそんな大きくは変更はしなかったですね。まあでも少しはしました。僕もなんかあんまりこう人と触れ合ってるような感じの写真は上げにくいなと思ったんで、あの家の中でこもりながらピアニカ弾いてるやつ流したりとか。あ、うん、そういうのいいですね、はい、ソーシャルディスタンス気にしながらこう棒の先にティッシュつけてティッシュ配りしてる映像流した写真流したりとか、そんなことばっかしてたんで。、はい、どんな対策されたのかなって気になってちょっと聞いてみたかったところだったんです。はい、結構の、まあ、密になると煽るようなことは、あ、もしもし、あ、大丈夫ですよ、今戻りました。密になるようなことを煽るようなことはちょっとできなかったですね、はい、うん、なるほど。あまりこう人が集まる、その集まるっていうよりは宮城のことをちょっと思ってくれたらいいな、でいろいろ収まってその分来てもらいたいなっていうふうには思ってますね。なるほど。そうすると、まあ、あの投稿自体は自動でっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、まあ、もちろんその投稿の内容を、まあ、プロデュースしているというかこうあの管理しているのは、まあ、おいでよ宮城さんご本人だと思うんですけど、やっぱ今年内容を少し変えたりっていうのはされてたってことですね。はい、そうですね、少しは変えましたね。ちょっと具体的にどうっていうと、うん、ちょっとずついろいろ変えたぐらいなんで、 あんまり、はい、具体的にはちょっと今思い出せないんですけど、うん、あ、なるほど、なるほど、いえいえ、はい、ありがとうございます。はい、あの今、浩平さんからおいでよ宮城さんに質問していただきましたけど、あのこうもう早速ですね、あっという間に残り時間があと10分ぐらいになってきてしまったので、あのもしよかったらですね、今日このせっかくのこの機会なので、あの各地の皆さんからですね、他の地域 の、 あのキャラクターの皆さんに何かこう聞いてみたいこととか、何かそういった質問とか、なんかこんなことできませんかとか、そういったのがあったらですね、ちょっとぜひお話しいただけない、あの質問自由に、私を無視して質問とかしていただいてもいいのかななんて思ってたんですけど、いかがでしょうか。何かございますか、聞いてみたいこと。そうですね、はい、どなたでも大丈夫です。もしなければ私から。なんかあのちょっと一つ、はい、あの宇佐飛さんにあのちょっと質問返しというか、はい、あの桃色宇佐飛があまりこう特徴がないのが強みだっていうことをさっきおっしゃってたじゃないですか、はい、あまり特徴がないからいろいろこう成長できると、はい、で欅も、まあ、特徴って言ったら、まあ、そのもうコンセプトが欅の木だけなんですね、はい、で割とあのいろいろあるゆるキャラの中でシンプルな方だと思うんです、情報を詰めてない、はい、で欅もそのウサヒと同じようにどん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 いろいろこうできるかなとちょっと思う。何かちょっとこうケヤッキーがちょっと一つちょっと成長できる、なんかこうちょっとプラスでできる何かがアドバイスがあったらちょっと
簡単なものでいいんで聞きたいなと思いますね。ケヤッキーへのアドバイス。ケヤッキーは特に、うん、あの特徴があんまりないキャラクターなんで、はい、なんかこう、うん、こんなこういうことウサヒやってるからやってみたらいいよみたいな。お、難しい質問ですね。そうですね、はい、なんかお金取らなきゃいけなそうな、はい、でもあのまず先にあのお伝えしたいのはウサヒ真似しない方がいいよってことなんですよね。あ、特徴あるキャラクターの特徴の捉え方ですけど、はい、僕からするとケヤッキーは十分特徴があって、あとあの、はい、動かすにも結構癖がいりそうなキャラクターだなと思っていて、逆にウサヒってあのそれこそ倉庫の中に眠ってそうな交通安全のキャラクターみたいな雰囲気あるじゃないですか、うんうん、なので誰でも見たことがあってなんとなく脳内にありそうな雰囲気を作ってるんですけど、ケヤッキーは誰しもの懐かしさを求めるキャラクターではなくて、そのキャラクターとしてちゃんとあの個性があるので、そっちを生かしていった方がいいかなと思います、はい、ああ、もともとの持ち味を生かすと、はい、でその上でせっかくこんなにツイッターの方で盛り上がってるんで、自動音声とかでもいいのでケヤッキー喋れるようにしたりとかするのどうですか。喋れるケヤッキー、はい、何かにつけて VTuber 化ですか。まあ、でもいいですし、人形が自動音声で話してもらってもいいですし、とにかく何かにつけてあのコミュニケーション取ってるように見せかけて常に宮城においでようにつなげられてしまうみたいな感じにすると、なんかこうコミュニケーション取りたい子どもたちとかも楽しくなるのかなと思って。なるほど、はい、そんなことを考えてみました、はい、ありがとうございます。はい、他の質問何かありますか。あなたかどうでしょう、仙台弁こげしさんとか。なんかねえ、はい、あの皆さんにっていう感じで質問っていうかね、はい、そうだね、まあ、やっぱりこのね、ご当地のキャラクターっていうんですかね、うん、ほいなのやってて、こう一番こう、いがったな、楽しかったなとかね、うん、まあよかったなってこう思った瞬間とかね、はい、何かこう、あったかいエピソードがあったら、ちょっとね、今日あたり寒くなってきたしね、ちょっとこう、あったかいやつ聞きたいなと思ったんだけどもね。あ、いいですね。まあ、仙台弁こげしさんはこたつに入ってるから、多分あったかいと思うんですけど、ね、だいぶみんなでね、世界でしたね。みんなであったかくっていうことで、はい、どうでしょう、あの今日ねファンの方がチャットとかで参加していただいてる視聴者のファンの方もたくさんいらっしゃいますけど、こうこれまでこう接してきてのなんかエピソード、うん、こういうことまあこういうことがあってこうキャラクターとして活動しててよかったなっていうエピソードもしあったらどなたか教えていただけないでしょうか、うんうん、はい、ねぷこさんどうですか。そうですね、やはりあの VTuber のファンの方はですね、皆さん熱狂的なファンが多いっていうのが一番の魅力かなっていうふうに感じてるんですけど、はい、あのそうですね、あの一度好きになったら徹底的にその人の活動を調べ上げて応援してくださるっていうのがあるので、あの青森のことは全然詳しくなかったけど、アンテナショップで青森のお土産を買ったよとか、と通販で青森のラーメンを買ったよとか、あとは津軽弁の勉強してよとかご報告をくださることが多いので、うん、それがやっぱり嬉しいですね。あのまあ、今年コロナウイルスの影響もあったと思うんですけど、例えばこう実際に弘前とか津軽に足を運んでくださったファンとかもいらっしゃいますか。あ、そうですね、やっぱりそのなかなか難しいので、実際にってなるとちょっとコロナがな、うんうんうん、でもまあその、ね、東京のアンテナショップとかで買い物をしてくださったりっていうのがたくさんいてっていうことですね。はい、はいはい、そうなんです。あの、まあ、コロナ落ち着いてからなっちゃうかもしれないですけど ね、ぜひあの青森弘前にも足を運んでいただきたいですよね。はい、はい、時期的にはやっぱりあれですか、あの桜の時期かねぷた祭りの時期かですかね。あ、そうですね、桜祭りも中止になってしまったのでね、ねぷたもそうですけど、と次がどうなるかちょっと心配ですが、ただあのあれなんですよ、あの弘前には冬に咲く桜っていう、はい、え、あれなんですよね、お堀の木というかあの冬にライトアップして
あの 雪が積もった状態の木にピンクのライトを当てることにより桜に見えるっていう、冬に咲く桜っていうのがあるので、ちょっと説明が下手すぎる、いやなるほどなるほど。その、まあ、木自体はまあまあ枯れているというか、冬だからこう何もないんだけど、そこに雪が積もって、はいはい、ライトアップすることによって桜に見える。あ、そうそうそう、あ、素敵ですね、はい、それが、はい、ちょっとクラウドファンディングで、個人の方が開催しているものになるんですけれども、そのクラウドファンディングが昨日達成しましたので、投稿されてましたね、はい、見ました。そうなんです、はい、私もちょっと微力ながら支援させていただいていておあ、コロナがなんとかなったら行くぜってコメントしてくださってる方とかいますね、はい、ネプタ行きたかったとか、はい、やはりありがたいですね、はい、どうしよう、ありがとうございます。残り時間短くなっちゃいましたが、どうですかね、そうですね、他にも、すみません、どうですか、ほっこりしたエピソードある方いらっしゃいますか、どうでしょう、あ、浩平さんどうですか。そうですね、はい、なんか今日うちの事務所に、はい、今日から、見習いというかインターンシップの子が来たんですけど、あ、はい、はい、なるほど、その子が、若い、はい、まだ若い子なんですけど、その子小学校の時に宇佐日で会った子で、はい、結構宇佐日の活動も一緒にやったりしてた子なんですけど、はい、山形から出て別のところに学校通ってたんですが、はい、インターンシップを機にこっちに帰ってきてくれて、なので長くやってるとそういうこう U ターンの出会いもあるなってのにちょっとほっこり、素敵です、あ、素敵ですね、まあ、もちろんこうそれが全部じゃないかもしれないですけども、うさひというキャラクターが自分の町にいたことによって、なんかこの町で何かできるんじゃないかと思ってこう町に帰ってきてくれてる若い人がいるとか、そういうことももう生まれ始めてるってことですよね。あ、本当そうですね。あとなんか無理に必ず町に戻ってこなきゃいけないとかそんなことはなくて、さっきねぶこさんが言ってたようにこう弘前いいねとか発言してくれるファンの人みたいな感じに、町からこう別のところに移り住んだ人が宣伝マンになってくれたら、もうこんなに嬉しいことはないので、その辺をいろんな人がやってくれるといいなって思ってます。はい、いや、ありがとうございます。本当そうですね、まあ、もちろん地元に戻ってくるとか地元に残るっていう選択肢も素敵だし、外に行っても地元の魅力を発信してくれるとか伝えてくれるってことも素敵だし、いうことですよね。住んでなくても全然宣伝してもらって OK ですね、はい、あ、確かにそうですよね、はい、確かに。だからもう本当だから皆さんがこうやってこう本当にそれぞれこうユニークな活動というか素敵なこう魅力を発信してくれたり、あるいはこう皆さん自身の魅力がすごくたくさんあるっていうことが、それが本当こう弘前だったり宮城だったり朝日町、山形県朝日町のことを知ってもらうきっかけになってってことがもう間違いなくたくさん起きていると思うので、本当こう皆さんの今後の活動がますますその地域を盛り上げることにこうつながっていくし、それがその地元の若い人たちだとか地元のね、諸先輩方も含めて地元の人たちもそこで盛り上がるし、その遠くからファンになってくれた方々も町のことを知ってくださってっていう、それが本当にこう今日はですね、こうなんでこう東北メディアフェスティバルというイベントなのになんか皆さんがこう登場しているのかって、もしかしたら疑問に思っている方もいるかもしれないんですけど、本当にこうなんかテレビとかラジオとかっていうものだけがメディアじゃなくて、本当皆さんの存在一つ一つがこう地域を発信してくれるメディアというか、すごくかけがえのない存在だなと思って今日はお声掛けをさせていただきました。短い時間でこうバタバタと進行してしまいましたが、本当にこう短い時間の中でもですね、皆さんからいろんなエピソードだったりこういう思いで活動してるんだなという話をちょっと聞くことができて、本当に楽しかったです。ファンの皆さんもですね、ますますこうそれぞれキャラクターのことをですね、こうこれからも愛していっていただけたらいいなというふうに思います。はい、今日は本当に皆さん参加していただいてありがとうございました。ぜひ今後の活躍も本当にご期待しております。これからもツイッターだったり YouTube だったりで皆さんの活動活躍拝見させていただくし、街にも遊びに行きたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では今日はこれでこの第2部ですね、これで終了したいと思います。でこの後第3部はですね、また、東北で、震災後にですね、活動しているメディアの皆さんをお呼びしてお話を、ちょっと真面目な話になるかもしれませんが聞いていきたいと思いますので、ぜひこの後も引き続き、そして第4部の流行語大賞までですね、ぜひご参加いただければと思います。はい、はい、ではありがとうございました。これで終了したいと思います。はい、マンズダームね、おいでよ。